ようこそ。
あんたじゃ私には勝てないよ。やるじゃないか。ドレイカここまで強いやつがいるなんて。意外とやるな。簡単にいくと思うなよ。甘い。なかなかのもんだね。冗談じゃないよ、こんなの。ふざけやがって。愚かな者たちには罰を与えねばならんな。さてと、ゲームを始めてやるぞ。私は点で本気なんて出しちゃいないよ。分かってる？逃げたきゃ逃げてもいいよ。私たち逃げる者には興味ないからね。消えてろ。人を貸せてやるぞ。これでもフライト。攻撃が評価に値する。思いのほか楽しい。そうだよ、そうだよ。消えてろ。しやがって。代わりに俺が片付けてやろうか。
ようこそ。このエリアに散らばったドラゴンボールを集めてきてください。敵にドラゴンボールを奪われました。取り返してください。お前弱い。手に入れたドラゴンボールをタイムマシンに持って帰ってください。ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。新たなドラゴンボールの反応が見つかりました。探してきてください。
ちんたらしやがって。代わりに俺が片付けてやろうか。スーパーサイヤ人、そしてスーパーサイヤ人2、そしてこれだ。うわあ！うわあ！これがスーパーサイヤ人3だ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ。こんなバカなことが起きるなんて。間違いない。あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません。あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇。もしかしたらブーの方を狙ってくるかもしれませんね。
悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても歴史の流れが変わってしまいます。奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止してください。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。またあんた、どこ行ってもついてくるんだから。ほんとしつこい連中ね。どうやったのか知らないけど、トランクスも助かってるみたいだし。いいだ、孫悟空の前に貴様と決着をつけて1対1だ。わざわざそんな面倒なことしなくても。俺が負けるとでも。そういうわけじゃん。見せてみろ。久々に強敵に会えて嬉しいのね。未来の世界じゃ強い奴はみんな倒してしまったものね。新しい暗黒魔界の王の力、見せつけてやりなさい。まさか私のミラが押されている。いいですよ、ようやくミラにもダメージが見えてきました。このまま一気に押し切ってしまいましょう。最強は俺だ。俺でなくてはならないのだ。貴様など、貴様などに。
どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。ついにやりましたね、ミラの最後の。ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。やるしかねえか。サンキュー、助かったぞ。でもブー3人を相手にするなんて絶対に無茶。それに悟空さんがスーパーサイヤ人の3になれる時間は限られています。悟空さんの代わりに時間を稼いでください。うんだ、怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。こいつすっ続けたことをしたとんでもねえつもり。
げえやつだなんてありっこねえと思ってた。まさか3人になるなんてな。変身犯の技みたいな気が減ってるわけでもねえぜ。どうやって殺そっかな。Hit!
なんてざまだ。貴様それでも俺の弟子か。ついにやりました。蹴ったな。お前嫌いだな。とりあえずみんな殺しちゃおう。いくらスーパーサイヤ人の首を得意といても、3人を相手にするなんて絶対に無茶だ。それに悟空さんがスーパーサイヤ人の首になれるか分かられています。悟空さんの代わりに時間を稼いでください。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。こいつすっとぼけたことはとんでもねえ強さだ。神宮がここまですげえやつだなんてあるっこねえかも。まさか3人になるなんてな。変身犯の技みたいな気が減ってるわけでもねえし。どうやって殺そっかな。そろそろ限界だ。キッズ、お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だな。だけど、オラには時間がねえんだ。悪いな。無理に終わせてはいけません。ここで食い止めてください。お前、俺の邪魔をするつもりか。すごいな。いじめちゃうぞ。あ、これ1、2、3。さっきより分が増えてないですか。
声が聞こえるか。なんだ、あと2日待てば、お前よりずっと強い奴が現れる。きっと戦うと面白いぞ。だから、それまで地球を破壊するのはよすんだ。俺より強い、そんな奴いるわけないもんね。いるんだもんね。むっかー、じゃあ連れてこい、殺してやる。だから、捕まってくれ。そしたら必ず現れる。約束だ。約束だな。わかった。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまで、お前、俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですか、それは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人？何者ですか、そいつは。以前も話したでしょう。昔、時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王神。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻。直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはずなんだけど、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。Thank you.
それでは、お手並み拝見といこうか。それなりに戦い慣れてはいるようだな。戦闘力はまだ。それだけできればまあいいだ。修行とやらをつけてやろうではないか。もっとも私の強さは修行によって身についたものではないわね。
毎度。いいもの入ってるよ。